こんにちは、こんばんは、おはようございます。うちの部屋へようこそ。もうすぐ、もうすぐというか今日というか明日というか、見る人によって違うと思うんですけども、12月、2022年12月22日の朝6時何分くらいが冬至でございます。冬至っていうのは陰極まりて陽消終、だんだんと夏至から日照時間が少なくなってきたのが、冬至を境にまた日照時間が増えていくという形で、古くから日本ではちょうど江戸時代まではね、冬至の時に、政府が学問所というところで1年の指針を駅で尋ねていたんですね。来年1年の指針で、庶民の方は、駅舎さんに来年の1年の運勢というのを年勢と言って、あの駅舎さんに、冬至のアラウンド、冬至の日の間に見てもらうのが通例だったんですけれども、明治維新によってそういうスピリチュアル的なものとか占い的なものとかっていうのが政府から禁止されたんですね。簡単に言うと中国の文化大革命みたいなものが日本では明治維新で起きているんですね。で、今日は十二支別2023年の運勢を見ていきたいと思います。で、十二支別っていうのは、えと別っていうことで、ね、牛、虎、卯、辰、巳、馬、羊、猿、鳥、犬、いの十二支別でございます。このサイコロの方で見ていってもいいんですが、それだとちょっと時間かかるので、今回は、液タロットの方を使わせていただきます。はい。では、ではでは、ではでは、ではでは、ネズミ年の人の2023年はどうでしょう。でけでん。水風星と出ました。水風星と出ました。水風星はね、今回十二支分の結番とします。この水風星は水風星は、だから他の干支の方に水風星は出ないということですね。水風星っていうのは昔は水道がなかったので、井戸から水を汲んで、生活していたんですね。で、その水風星の、意図するところは、毎日毎日新しい水を井戸から汲むっていう、日常の中の細かいことですね。で、松任谷由実さんの、歌にもあるじゃないですか。奇跡は遠いところ、小さい頃はっていう歌で、目に映るすべてのことはメッセージっていう形で、水風星っていうのは日常のことを淡々としながら、そのスピリチュアルなこととか奇跡的なこととかっていうのは遠いところにあるのではなくて、日常の中から毎日気づきを得ていくっていうのがいいですよね。松田聖子さんの娘さんのヒット曲の、私も大好きなんですけど、エバーシンスっていう曲でも、目指す場所は遠くじゃなく案外近くにあるね、なんでもないあてで切だってやっと気づいたからっていう感じで、毎日毎日を、例えば、人の中には、晴れとけってあるんですけれども、晴れっていうのが大祭りで、けっていうのが日常なんですけど、日常はずっと目をつぶっていて、友達とどっか行くときとか、スピリチュアルなイベントをするときだけ目をパチッと開ける人がいるんですけれども、大事なことは日常の中に隠れてるよっていうメッセージです。なので、スピリチュアルなこととかをやってる人とか、
パラレルにシフトしたいとき、人っていうのは、職場では別人28号になって、スピリチュアルな先生に会うときだけ生き生きとしてる方とかいらっしゃいますけれども、大切なのはその日常の中でどれだけスピリチュアルでいられるかっていうことですね。あ、一番、寝年で一番話してしまいましたけど、例えば私のライブのときでも、瞑想をして、みんなで瞑想して、瞑想した後に、高い波動でいられることは誰でもできるんです。でも、必要なのは、日常の荒い波動の中で、荒い波動が持った人がいる中で、自分が、整った波動で、どれだけいられるかっていうのが、素晴らしいことなんですね。はい、そんな感じ。では、ねえ、牛年です。牛20。はい、牛年さん、だけだん。水地比です。水地比。これはね、とてもいい感じですよ。水地比っていうのはまた井戸なんですけれども、井戸端会議ってあるじゃないですか。今、井戸端会議って言われても、井戸端会議見たことないと思うんですよ。でも昔っていうのは、家に水道がない頃っていうのは、家に井戸がない頃っていうのは、町とか地域に井戸が何個かあって、その井戸にみんなが集まるっていう感じ。だから、時代劇とか見てると、長屋、貧乏長屋がいっぱいあって、その真ん中に井戸が一つあって、その井戸に人が集まってるっていう感じでしょ。で、そこでは、大体、主婦の方たちが集まって、みんなでワイワイガヤガヤ、意見交換したり、うちの旦那さんがどうだみたいな感じで、水地比っていうのは、みんなで集まって楽しい時間が過ごせるっていう感じの、水地比。なので、牛年の人は来年、なんかみんなで集まって、ワイワイガヤガヤと楽しい時間を過ごせる一年になると思います。ね、牛、トラですね。次、トラ年の人。トラトラトラ、トラトラ、トラドン。風卓中風。風卓中風です。トラ年の人は風卓中風。風卓中風はどういう意味かっていうと、親鳥が卵を温めてるような状態。ね。映画とかで誰でもというわけで見たことあると思うでしょ？ペンギンさんが、冬の間極寒の中お父さんが卵を温めて、その間にお母さんが餌を取ってくるっていうね。そんな感じの、卵を温めてる時っていうのは、無償の愛、無条件の愛ですよね。卵に対してああしろこうしろなんて一切言わないでしょ？そんな感じで、トラドシさんは2023年無条件の愛、無条件の愛に、どれだけ自分が無条件の愛でいられるかな、相手に思いやりと優しさだけで接しられるかな、ああしろこうしろって言わないでいられるかな。で、それを達成できたトラドシの方はもう相思相愛になるし、卵を温めるってことは、お子さんが欲しいとか孫が欲しいっていう人はそういう喜び事があるか。すんまいね。ねえ、うしたら、次、うさぎ年です。うさぎ、来年うさぎ年なので、年女、年男になると思いますけど、婚一。うさぎ年の人は婚一ですね。婚一っていうのは、どういう家っていうか、64家の中で、一つ目が竜を表すんですけど、二つ目が婚一。って言って、婚一っていうのは、私がっていうんじゃなくて、縁の下の力持ちっていうか、牝馬のように従順であればあるほど、山内和豊の妻とか、三歩下がって夫の影を踏まずとか、三つ指ついてお帰りなさいましとかっていう、本当は実力があるんだけど、縁の下の力持ちっていうか、控えめで自分が前に出ないっていうことをすることによって、肝っ玉母さんみたいな、開運が訪れますよっていう感じですね。うん。みんなから頼られる人っていうのは、私がって人じゃないでしょっていう感じですね。ねえ、牛、トラウ、タツです。タツ年の人の、
2023年はどうですかねっていう感じで、ダクダン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 ポン。大宅、大宅っていうのはもう楽しくてしょうがないっていう感じですね。どうして笑うんですか？だってらっきょうが転がるんですものとか、箸が転がっても楽しいっていうような大宅の年ですね。辰年の人は2023年、もう楽しくたしょうがないなっていうような楽しい一年を過ごすことができます。ただ大宅っていうのは、剣だり心孫かんこんこんのだという口を表すかが、小生かが二つ重ね合って大生かのだとなっているので、この小生かが二つ合わさっているということは、口の災いに注意という形にもなってくるんですね。はい。そんな感じです。だから私のようなね、ADHD の注意欠損型っていうのは、失言に注意ですね。はい。そんな感じです。1234。そう、だからね、注意欠損型の ADHD と ASD の人っていうのは、二人とも、失言をするんですけど、ASD の人は失言した後にそれおかしいよって言われても、なんでですか？だって私そう思ってるし、そうだと思うんですよねっていうのが ASD の方で、ADHD のことは、あ、しまった、相手を傷つけてしまった、あ、失言してしまった、あ、どうしようっていうのが ADHD の大きな違いですね。1、2、3、4、5、違うな、1、2、ね、うしとらうたつ、み、う、蛇年さんですね。蛇年さんは、だから、来宅来舞。来宅来舞っていうのが、どういうことかっていうのが、今では考えられないと思うんですけど、昔、嫁ぐと、一人だけ嫁ぐんじゃなくて、姉妹、両方とも嫁ぐっていう風習が、中国とか日本にもあったんですよ。例えば、日本神話だと、この花咲くや姫と岩永姫が、一緒に二々の御事に嫁いでるでしょ？同じように中国でも、兄弟が嫁ぐときは、二人とも奥さんとして迎えられる場合もあるし、一人が奥さんとして、一人が奥さんの次女としてっていう感じで、長女が奥さんで、長女の次女が長女の妹みたいな感じで嫁ぐような時代もあったということですね。で、それで、何が言いたいのかっていうと、大宅来舞の時っていうのは、本来あなたがいるべき場所に戻るべきです。戻る時ですよっていう感じ。だから、人の中には、なんでそこにいるの？あなたにそれ合わないのに早くそこ離れた方がいいよとかってあったりするんですけども、来宅来舞の場合は、あなたが本来いべき場所にあなたが帰っていく時ですよっていう感じです。ね、うし、とら、う、たすみ、う、蛇年さんの人はっていう感じですね。だから、今無理して、合わないところにいる人は、あなたがいて心地いいところに行けますよって。ね、うし、とら、う、たつみ、馬年の人は、天来無毛ですね。天来無毛っていうのはどういう時かっていうと、明日は明日の風が吹くっていう感じです。たつみ、馬年の人っていうのは、2023年はいろいろ計画をしないで、計画でギッチギチになってしまったりする可能性があるので、馬年の人、2023年は、もう、流れに任せる。流れに任せて、っていう感じで、もう、流れに任しちゃう。流れに任しちゃう。だから、計画を立てない、明日は明日の風が吹く、だからどっか行くときもぎっちり、ここ行って、じゃなくて、なんかフリープランで思い立ったように行動していくっていうのが、
そうすると自分の心に素直になれるじゃない。なんか計画立ててこうしなきゃ、ああしなきゃ、こうしなきゃっていうのと、なんかあんまり自分の心の声を無視しちゃってる時があるんですけども、もうその日の予定はその日決める。その日の気分で決めるっていう風にやっていくと、馬年さんはいいと思います。で、年をしとらう馬、羊だし、羊さんはどんな年でしょうか。たくらん。水山元ですね。羊年さんは水山元です。水山元はね、雪山でちょっと遭難して、行くこともできず、帰ることもできず、立ち往生するっていう感じなんですけども、ちょっと悪いかのように見えますけども、そういうことじゃなくて、羊年のさんの人っていうのは、2023年はちょっと停滞するときですね。でも停滞した後っていうのは必ず停滞した後の躍進が待ってるので、ね。例えば福地のは今年停滞だったんですよ。で、停滞がなんか開けそうな感じがしてきたんですけども、で、停滞が開けると躍進する。あと、腸とかっていうのは、必ず芋虫の状態からさなぎになって、さなぎになった後に、ドカーンと蝶になるでしょ？そんな感じで、羊年の人は来年ちょっと、今までやってきたことも立ち行かなくなってくるし、じゃあやめるかって言ってもそれもできないような立ち行かなくなってくるんだけども、それを、耐えていると突破口が開いて、2024年には、大躍進します。ね。なので、今は、動けない時なので、力を溜め込んでいくというか、2024年に向けて、なんかスキルアップするための、なんか、勉強したりとか、ね。スキルを磨いたりとかっていう風に、2023年は、躍進するというよりは、スキルアップのためにエネルギーを溜め込むっていう、年だと考えて、馬、羊、猿です。猿年の人、ダカダンダカダン、ポン。風山禅です。猿年の人、風山禅、もうね、三大吉家ですね。風山禅、もう破竹のごとく進展発展するっていう風山禅ですね。もう縁談もいいです。何事もいいです。もし何か目指しているものがあれば、2023年はもう大躍進する年ですね。だから一つ前の、干支の人は今年は我慢する時ですよって。で、その後発展しますよね。今発展する時、猿年の人は2023年に大躍進します。大躍進します。はい。猿、鳥。鳥です。トン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 、鳥。トン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 、鳥。福地にも鳥年です。タクチスイ。ダカダン、ダカダン、ダカダーン、ダカダン。もうね、やりました。タクチスイ。チーヌ、ウレピーです。このタクチスイっていうのは、今日出た、寝年の人の、違うな。前の、水地比の、ねえ、牛年の水地比には似てるんですけども、水地比に似てるんですけども、これはね、水が、鳥年の人は水が大地に染み込むように、水が大地に染み込むように、水が大地に染み込むように、なんだろう、あなたの、していることが周囲に認められて賑わうということです。なので、例えば福地犬はもう2022年の11月くらいからちょっと YouTube の方向を変えてワークを中心にしたライブをやるようになってきたんだけど、それが2023年にはなんかいいって言ってくれる人が増え始めて賑わうだろう。それでも恋愛でも仕事でもお金でも全てが順調に進む。だから水地比の時はあなたがやっていることが周囲の人に認められて
その認められ方っていうのは、水が大地に染み込むように、あなたのやってること、行動、考え方が、周囲に理解してもらえる。だから、仕事だけでもなく、YouTube だけでもなく、恋愛だけでもなく、すべてがあなたの行動、言動行動そのものが周囲に人から受け入れられる。から、恋愛もいいし、仕事運もいいし、YouTube 運もいいです。はい、そんな感じ。ねうし、とらう、さる、とり、犬さん。だから、犬さんは、寒い、水ですね。寒い、水っていうのは、もう、そう、ピンチは、チャンスですね。寒い、水の意味するところは、ピンチは、チャンスですね。まあ、日本語で言うと、一難去って、また一難っていう感じですね。うん。人生の中で、試練の時。でも、神様は、乗り越えられない試練は与えないんですね。そして、その試練を乗り越えることによって、それは魂の経験値となって、後々、あなたは成功する。ね。アカンタレのように。おしんのように。ね。おしんなんかさ、この間、周りの人に聞いたら、知らないって言われてびっくりしたんだけど、おしんってさ、子供の頃すごい苦労したでしょ。すごい苦労したよね。で、そのイメージしかない人いるんだけど、おしんって、大人になってからは、大金持ちになって、おしんの遺産相続をめぐって、子供や孫たちの血みどろの争いがあったよね。っていうくらい、おしんっていうのは、子供の頃苦労したけれども、亡くなるまでは大富豪になっていたっていうのがあるよね。そんな感じで、稲毛屋だっけ？稲毛屋って言っても前、今知らないけど、昭和の時代は結構有名なスーパーかなんかだったんだと思うんだけどね。うん。そんな感じで、寒い水の時っていうのは、なんか一年経ってまた一年っていう時も、後の、その、ね、何年か後にはそれが勝てる。例えばね、韓国ドラマとか中国ドラマは私は見るけど、母が韓国ドラマ見てて、たまにこんなこと言うのね。なんか、いつも大変なことばっかりあってかわいそう。もっとちゃんと、いいことばっかりあればいいのにって言うんだけど、ね、じゃあさ、ドラマ見ててさ、毎日今日も何にも事件がないねって主人公たちがさ、チャーシューバイてるだけのドラマ見たいって聞くのね。そうすると、見たくないっていうのね。だからそんな感じで、若い時にそういう苦労をすると、後々、それが報われますよっていう感じです。ねえ、牛とらうたつみ、うましゅうすい、さるとり、犬、いい、最後ですね。たくだん、たくだん、たくだん、ぽん！イノシシ時の人は、地風章。これもすごくいいですね。地風章。風山禅も、すごい、風山禅っていう形で、恋愛とか、縁談とかすごいいいね。地風章も、すごくいいです。地風章、なんだろう。風山禅が、上り進む、上がり調子を意味するとすると、地風章は、なんか上のパラレルに移行したくらいの、なんだろうな、風山禅は、もう、ダダダダダって、坂道駆け上がるイメージなんだけど、地風章っていうのは、ぷわーって浮き上がるイメージがあるので、なんだろう、自分が今まで見たこともないようなパラレル、いい方のパラレルに移行しちゃうよっていうのがイノシシ年ですね。うん。そうです。地風章の場合は、ふわーっと上がっていってしまうので、うん、恋愛にも、結婚にも、最高ですね。仕事も YouTube も最高ですね。イノシシの良し。という形で、駅はね、すべていいかではなくて、そんなに良くないかもありますが、でも良くないと言っても、駅というのは64課が時系列で必ず全部結ばっているのですね。で、一つの、状況が永遠と続くわけではないんですよ。人はこういうバイオリズムのようなところを繰り、だから悪い人っていうのは永遠と悪いわけじゃなくて、その悪い時を乗り越えた後の、
喜びがあったりするので、いい人はいい人っていうのは、じゃあ逆に言うといい人っていうのはいいところから降りなきゃいけない時期もやってくるので、そんな感じで十二支それぞれの運勢がありましたけれども、一喜一憂せずにちょっと小耳に挟んで参考にしていただければ、悪いあんまり良くないのだとしても、来年あんまり良くないだけで、それをちゃんと踏まえていけば後々大成功しますよっていう形ですからね。はい、そんな感じです。バイバイキン、みんな幸せになれ、自分大好き、神様大好き、お金大好き、みんな大好き、みんな幸せになれ、バイバイキン。